イージス艦の性能、高度な防空能力で日本に迫る弾道ミサイルを迎撃せよ。海上自衛隊やアメリカ海軍が保有する世界最強の艦艇イージス艦。日本で建造された最新のイージス艦、マヤの建造費は約1720億円である。この価格の大部分を占めるのがイージスシステムであり、一般的な護衛艦とイージス艦の違いはここにある。今回はイージス艦が開発された経緯とイージスシステムとはどういうものなのか、また敵航空機や弾道ミサイルへの対処方法を解説していこう。イージス艦を保有している国はどこか。イージス艦とは高度な防空能力と戦闘指揮システムであるイージスシステムを搭載した艦艇のことである。現在イージス艦を保有しているのはアメリカ海軍、海上自衛隊のほか韓国、スペイン、ノルウェー、オーストラリアである。最も多いのがアメリカ海軍で、海上自衛隊は偽装中のハグロを合わせると8隻を保有している。イージスシステムは今から約60年前の1960年頃にアメリカ海軍で研究開発されたものである。当時ソビエト連邦からの対艦ミサイル飽和攻撃を最も恐れていたアメリカ海軍は、目標の捜索、探知、追尾と自分が発射したミサイルを誘導できる大砲システムを開発した。しかし膨大な経費と研究の難航から1964年に中止となった。その後大砲システムに代わる艦隊防空システムの研究が続けられ、1973年に現在のイージス艦が装備しているスパイ1レーダーのテストを陸上施設で開始、翌年には洋上でのテストが行われた。そして世界で初となるイージス CG-47 タイコンデロガが1983年1月に就役した。一番艦のタイコンデロガを筆頭に合計27隻のイージス艦が建造されることとなる。しかしタイコンデロガ級の建造費は高く、さらに隻数を増やすことが困難と考えられ、アメリカ海軍は新型イージスの計画を始める。イージス2と呼ばれた新型イージスの一番艦が DDG-51 アーレーバークである。1991年7月に就役したアーレーバークを皮切りに、アメリカ海軍は世界最多のイージス艦保有国でもある。アーレーバークはフライト1、フライト2、フライト 2A、フライト3といった4種類のタイプに分類される。違いを簡単に説明すると次のようになる。フライト1、タイコンデロガ級イージスシステムを受け継ぎ、当初からイージス艦として計画された。フライト2、フライト1から電子戦能力の向上が図られているが、現在はフライト1も改修されている。フライト 2A、 沿岸域への作戦や対戦線に対応するため2機のヘリを搭載できる格納庫が設けられている。フライト3、弾道ミサイル対処や対空戦能力向上のためスパイ1レーダーがスパイ6に変更されている。そしてどのタイプのイージス艦にも必ず装備されているのがスパイ1レーダーだ。スパイ1レーダーとイージスシステムの驚くべき性能。遠距離で航空機やミサイルなどの目標を探知、追尾する場合必要なのがレーダーだ。レーダーは電波を送信して目標に当たって跳ね返ってくることで方位と距離を知ることができる。通常レーダーといえば回転しながら目標を探知するタイプであるが、イージス艦に装備されているスパイ1フェーズドアレイレーダーは回転せずに常に360度どの方向から来る敵も探知することができる。つまり天頂を含め死角がないレーダーと言える。スパイレーダーの探知距離や捕捉目標数は明らかにされていないが、 500km 以上遠くの目標でも探知できる能力があると言われている。スパイレーダーの周波数はランダムに変更されるため自動で周波数が切り替わり追尾を継続できる。ここでイージス艦による対空戦の概要を解説しよう。イージスシステムの一部であるスパイレーダーは多数の目標を同時に探知追尾し、システムが自動で敵味方を識別、ミサイルなど脅威の高い目標の場合、迎撃順位を決め人間が判断する時間がない場合、自動で対空ミサイル SM-2 を発射。発射された SM-2 はスパイレーダーにより目標の位置をアップデートされながら迎撃位置まで誘導される。迎撃直前にイルミネーターと呼ばれる目標照射レーダーに追尾が切り替わるため、スパイレーダーは多数の目標を同時に対処することができる。 SM-2 の射程は160キロ程度と言われるが、さらに遠距離まで飛ぶ種類もある。イージスシステムの画期的なところは、目となるスパイレーダーと武器が統合されており、突然の攻撃で人間の判断や思考が間に合わない場合、目標の探知から迎撃まで全てシステムが判断し戦闘を行ってくれる点である。これが通常の艦艇とイージス艦との大きな違いである。イージス艦の任務、BMD 弾道ミサイル防衛。ス
パイレーダーは弾道ミサイルを探知し、それを迎撃するための SM-3 を誘導する能力も備えている。北朝鮮が人工衛星と称する弾道ミサイルの実験を繰り返している。その脅威から日本を守るため、イージス艦は弾道ミサイル防衛 BMD の任務を任せられている。 BMD とはバリスティックミサイルディフェンスの略で、弾道ミサイル防衛のことを言う。スパイレーダーは大気圏外を飛翔する弾道ミサイルを探知する能力も備えており、世界で BMD 能力があるのはアメリカ海軍と海上自衛隊のイージス艦だけである。では弾道ミサイルを撃墜するまでの流れを解説しよう。弾道ミサイルが発射される兆候がある場合、イージス艦は所定の作戦海域に展開する。北朝鮮から発射された弾道ミサイルは航空自衛隊のレーダーが探知し、その位置情報をイージス艦に送信する。その情報をもとにスパイレーダーが捜索を開始し、探知後は追尾を行う。弾道ミサイルが加速を終えた時点で、イージスシステムが落下地点の計算を開始する。迎撃の最適な発射タイミングになると SM-3 を発射。 SM-3 は分離しながら弾道ミサイルに向かっていき、最終段階でスパイレーダーの誘導は終了する。迎撃までは赤外線センサーによる追尾に切り替わり、位置を修正しながら直撃して破壊する。 SM-3 は高度100キロ以上の大気圏外を飛翔する弾道ミサイルを撃墜する能力があり、40回以上の迎撃テストでは 80% 以上の確率で迎撃に成功している。イージス艦1隻で日本のほとんどの領土を弾道ミサイルから守ることができる能力を備えている。イージス艦の能力まとめ。今回はイージスシステムと SM-2 また BMD 任務について解説した。これらの機能はイージス艦だけが持っている能力で、他の艦艇にはないが、この他にも優れた能力を持っているのは言うまでもない。日本の周辺国では弾道ミサイルの開発が進み、保有数も増加の傾向にある。また中国の対艦ミサイルも高速化、長射程化が進み、脅威が高くなっているのは間違いない。こうしたミサイルに対処できるのはイージスシステムを搭載したイージス艦だけであると言っても過言ではない。最後に、海上自衛隊の艦艇や航空機が365日1日も休むことなく、南西諸島の領海侵犯や弾道ミサイルから日本を守っていることも忘れてはならない。